大道電力株式会社は、大正から昭和戦前期にかけて存在した日本の電力会社である。当時の大手電力会社、通称五大電力の一つ、大阪送電株式会社の社名で1919 19年に設立され、1921年に基礎電気工業、日本水力の2社を合併して大道電力となった。基礎川などの河川において、 電源開発を手掛け、同時に関西、中部、関東にまたがる送電網を構築。これらの地域で営業する電気事業者への電力供給を事業の中心とする卸売電力会社として発展した。1939年に解散。保有していた発電所はその後の再編を経て関西電力、中部電力、北陸電力の三社に継承された。また、 合計会社の系譜を引く特殊講メーカーの大道特殊講に大道の社名を残している。初代社長、福沢桃介二代目、社長、増田次郎大道電力株式会社は、1919年から1939年にかけて存在した電気事業者への電力供給、すなわち電力の卸売を主体とする電力会社である。大正末期から昭和前期にかけて、 大きな勢力を持っていた電力会社5社、いわゆる5大電力の一つに数えられる。1919年11月、大阪送電株式会社の社名で設立されたのが大道電力の始まりである。設立の前年にあたる1918年9月に中部地方を流れる基礎川の水力開発などを目的として設立されていた基礎電気工業が主たる親会社で、 同社が開発する水力発電所の発生電力を関西地方へと送電することを企業の目的とした。これら大阪送電、基礎電気工業の2社に加えて北陸地方などにおける水力開発を計画し、関西方面への送電を構想するという点で、企業目的が共通する日本水力の計算者が1921年2月に合併し、 大道電力株式会社は発足した。初代社長は大阪総電、基礎電気工業業者の社長を兼ねていた福沢桃介である大道電力が発足した第一次世界大戦後から大正末期にかけて日本では5つの電力会社が業界内で巨大化していた。この5社がいわゆる五大電力で他の4社は関東の東京電灯、中京と九州北部の東方電力、 関西の宇治川電気、同じ卸売会社の日本電力を指す。電気事業の大型化の中で、大道電力は基礎川において、積極的な水力開発を手掛けることにより、規模を拡大していった。基礎川に建設された発電所のうち、1924年に完成したダム式の多い発電所は、当時国内で最大の発電出力を要した。 電力の供給先はおおむね電気事業者であり、小売りの比率が1割程度あったため完全な卸売専業とは言えないが、事業の主体は電力の卸売であった。大口需要家には五大電力の宇宙事側、電気、東京電灯も含まれるが、両社とはしばしば対立し、初期には大道電力側が相手側の地盤に割り込む構えを見せて自社に、 有利な電力供給契約を獲得したが、後期には一点構成を仕掛けられて、電力料金の引き下げを要求され紛争が生じた。これらを含む五大電力間の紛争は、当時、電力線と呼ばれた。1930年代に入ると、金融出最近市に伴う急速な円安により、1920年代に発行していた外債の支払い利子負担が、 跳ね上がるという電力外債問題が発生する。この処理のため2年間にわたり、無敗に転落するが、1930年代半ばより、業績は持ち直した。しかしその一方で、その頃より、政府主導の業界再編を目指す、電力国家管理政策の検討が本格化する。同政策は1938年の電力管理法交付 そして翌1939年4月の国策会社日本初送電設立という形で実行に移された。同社設立の過程で大道電力は電力設備の出資を命ぜられ、他の設備も強制買収の対象とされた上に、政府当局から残余の資産、負債についても日本初送電へ移管することを承用された。このことから大道電力は全社を挙げて、 日本初送電へと合流する道を選び、資産、不採用同社へと継承させて1939年4月に解散した。最後の社長であった増田次郎は解散により日本初送電の初代総裁に転じている。大道電力から日本初送電に継承された発電所は第二次世界大戦後の1951年に実施された電気事業再編成に際して、 新発足した電力会社9社のうち関西電力、中部電力、北陸電力の3社にそれぞれ引き継がれた。中でも大半を占めていた基礎川の発電所は全て関西電力の貴族となっている。傘下に抱える関係会社には北陸から関西への送電線を建設した昭和電力などがあった。合計会社のうち親会社と同じく 大道の社名を関する企業は三社あり、そのうち大道電力の兼業部門を起源とする大道成功は特殊工メーカーとして戦後発展した大道特殊工の前身にあたる。以下、遠隔のうち大道電力発足に至る経緯について記述する。基礎電気製鉄が建設した基礎が足津波発電所、大道電力の前身、大阪送電株式会社の基盤となった。 大阪送電計画は、愛知県名古屋市の電気事業者名古屋電灯が建てた構想に橋を発する。後に大道電力初代社長となる、福沢桃介が当時社長を務めていた名古屋電灯では、明治末期に基礎川の推理券を確保していたが、福沢の社長就任後これに修正を加えて、基礎川全体の開発計画を策定し、1915年9月にその旨を 所管官庁の停心証へ申請した。水力開発の詳細は、基礎電気製鉄水力開発事業の展開を参照この時点では、水力発電所を3カ所設置する計画であったが、同年10月使用水量増加を追加申請し、翌1916年6月には、過水引用地点を見直して、最終的に4カ所の発電所で計7300。 キロワットを発電する計画とした。7万キロワットに及ぶ水力開発計画に対し、現実に名古屋電灯が持つ需要は、1916年末のものを見ても、電灯、電力合計1万8000キロワット余りと計画に対して過小であった。このことから、基礎川開発で生ずる電力の余力は、当初から大阪方面へと送電することが想定されていた。 名古屋伝統は1915年9月、大阪市と周辺町村を供給区域とする電力供給事業を申請。1916年6月の計画修正時には、堺市や兵庫県天ヶ崎市も供給区域に追加申請した。申請に並行して、大阪方面における供給先確保に、向け大口電力需要課との供給契約締結に努めたが、この方針には、 大阪の既存電力会社宇治川電機が反発したため妥協して同社や大阪電灯との供給契約締結を目指した。宇治川電機大阪電灯とは1916年5月から9月にかけて交渉を重ねたが供給料金について名古屋電灯は1キロワット時あたり1 2 0 0二輪大阪側2社は9輪以下を主張して折り合いがつかず 契約締結には至らなかった。1917年3月、前年に水利券を申請していた4地点の内静波,波水力の1地点のみ許可が下りた。当時停審省では水利券の転売を防止するため企業の確実性を確認した上で許可を出す方針をとっていたことから、4地点の内名古屋方面への需要に見合う静波,波水力のみの許可となり、 具体的な供給先を掲示できなかった残り3地点は見送られたのである。ここに至り、名古屋電灯は大阪送電計画を一時棚上げし、電気で製鉄業を成すという電気製鉄の計画を立ち上げて、基礎川開発による電力を製鉄業に振り向けることとなった。そして翌1918年9月8日、水力開発事業と、 電気製鉄事業を名古屋電灯から分離し、基礎電気製鉄株式会社を設立した。ただし、電気製鉄事業は創業開始後間もなく頓挫している。京阪電気鉄道社長、岡崎国介京阪電気鉄道常務、大田光弘史第一次世界大戦勃発後、大戦契機を背景として、電力需要が急増した結果、名古屋電灯では一時供給力不足に陥っていた。 1918年には電力だけでも2万2 0 0 0ットの供給を行っていたのに対し3万4 0 0 0ットに達する新規の電力需要が見込まれていたのである。しかし自社発電所の新増設に加えて1919 19年7月に基礎電気製鉄の手により静母発電所が運転を開始すると名古屋方面での電力不足は緩和に向かった。 このような対戦景気による需要増を原因とする電力不足は名古屋のみならず全国的な現象であったが中でも関西地方では著しい電力不足に見舞われた例えば大阪では電力不足からしばしば送電停止措置が取られていたのにもかかわらず供給の予約が6万キロワットを超えていた京都方面でも新規供給の停止措置が行われておりその影響で 大阪、京都では電力使用権の転売が横行した。関西地方における深刻な電力不足を受けて、名古屋伝統から水力開発事業を継承した基礎電気製鉄は、棚上げされていた大阪総電計画に再び着目し、実現に向けて動き出すこととなった。基礎電気製鉄には当時、許可済みの推理券が約5万キロワット分ある他にも、 水利券申請中の発電所が10万キロワット分存在していたが、名古屋方面ではそれらの電力の受け皿たり得ず、他地域への送電は必須であるという事情もあった。関西ではこの時、京阪電気鉄道が電力供給を求めており、同社取締役の林健吉郎と基礎電気工業の社長、福沢桃介が旧知の間柄であったという関係から、 両者の間で提携話が浮上する。1919年1月に、京阪の常務、大田光博と交渉が持たれ、最終的に京阪方面への電力供給を行う新会社、設立の合意へとこぎつけた。この時、京阪以外にも出資する、電鉄会社はある方が有利だと判断し、大田は、複数社の重役に声をかけたが、大阪送電計画の実現に懐疑的で、 中には、福沢と組むのは危険だというものもあり、全く賛同されなかったという、基礎電気工業、京阪電気鉄道の関係者が、発起人となって、新会社の設立準備を進め、1919年8月に、電気事業の経営許可を、低新省に申請、10月16日付で、その許可を取得した。そして同年11月8日、 東京市において、創立総会が開催され、新会社、大阪送電株式会社が発足した。資本金は2000万円で、全40万株のうち35万6000株を基礎電機工業、京阪電気鉄道関係にて引き受け、残り4万4000株を発起人7名が引き受けた。取締役には、基礎電機工業から福沢桃介、下出民吉、増田次郎、 村瀬松市、京阪電機鉄道から大田光博、林健吉郎、岡崎国介、計7名が就任し、社長に、福沢、常務に、下出、増田、大田、林の4名が選任された。本社は、東京市麹島地区に置き、大阪市と名古屋市にそれぞれ支店を構えた。設立にあたって起案された大阪送電会社の事業計画によれば、 基礎電気工業が推理県出願中の基礎川筋、笠木発電所から最大1万7 0 0 0ット、西吉発電所から最大1万8 0 0 0ットの電力供給を受け、両発電所から大阪、京都へと新設送電線により送電、さらに滑水時の補給用として、大阪府下に出力1万キロワットの火力発電所を建設し、大阪市、 京都市及び周辺町村へと電力を供給するという事業を構想。さらにこれらの第一期計画に続いて、白山水力、矢作水力、久原工業が計画する水力発電所から10万キロワットの供給を受け、京阪方面への供給力を増強するという第二期計画も予定していた。供給先は京阪電気鉄道に加えて、 市営事業を経営する京都市及び大阪市も確保でき、京阪へ2万キロワット、京都、大阪両市へ各1万キロワットを供給することとなった。日本水力元社長、山本城太郎大阪送電会社の設立と時を同じくして大規模水力開発と電力不足に悩む関西方面への送電を事業目的とする新会社が2社設立されていた。一つは、 宇治川電機の関係者が中心となって1919 19年12月に設立した日本電力で東海、北陸地方で水力開発を行い10万キロワットを関西地方へと送電する計画であった。もう一つは同年10月に設立された日本水力で山本城太郎らと大阪電灯京都電灯の関係者が中心となり起業し関係者から北陸、 東海、関西地方の水利圏を集めて10万キロワットを発電、それを大阪電灯、京都電灯へと供給する計画であった。1919年後半に相次いで関西への送電を目指す新会社が設立されたものの、翌1920年春に戦後強行が発生してしまう。大道電力の説明によれば、この財界変動により生じた金融、産業界、 電力需要その他の環境が大阪送電会社と日本水力がそれぞれ別個に事業を行うには困難な情勢となったことから自然と行動の機運が生じたという実際日本水力側から見ると強行の影響で資本金の払い込みや資金の借り入れが不可能となり資金が枯渇していた折でありその打開策としての合併であったまた日本水力は反論に 大阪電灯、京都電灯を確保していたが、大阪総電、基礎電気工業は十分な反応を持たない、という事情もあった。合併交渉は、岡崎国助を仲介者として行われ、大阪総電、基礎電気工業社長の福沢桃介、日本水力社長の山本浄太郎との間に三者合併の交渉がまとまって、1920年9月に合併に関する覚書の交換、 同年10月8日には合併契約の締結へと進んだ。合併契約の概要は以下の通り、資産内容が優れる福沢系二社による日本水力の吸収といえる内容である。1922年以降の東京本社社屋、大阪送電会社は11月2日の臨時総会にて基礎電気工業、日本水力の合併を議決。基礎電気工業では8日、 日本水力では10日にそれぞれ臨時総会にて、大阪送電会社への合併を決議し、各社での合併契約承認手続きが完了する。翌1921年1月20日には、停審証より、合併認可も下り、その後各種手続きを経て2月25日に、大阪送電会社にて、合併報告総会が開催されて合併が完了。 資本金1億円の大道電力株式会社が発足した。新社名は3社の大道団結により発足したことが由来で、福沢の公案による、社長には福沢桃介が留任、副社長には日本水力から宮崎圭介が入り、常務取締役には増田次郎、大田光博と基礎電気工業から峰正介、日本水力から近藤を茂る。 関口久佐の計5名が選ばれた。また本社を引き続き、東京市郝島地区に置き、大阪市、名古屋市に支店を構えた。大道電力は発足当初、電気事業以外に2つの副業を持った。基礎電気工業より引き継いだ製鉄事業と、日本水力より引き継いだ硫酸アンモニウム、製造事業である。これらの事業は景気に左右されやすいことから、 本業の電気事業の収益を確保すべく別会社とする方針が取られ、1921年11月、製鉄事業は大道製鋼株式会社、龍安事業は大道肥料株式会社へとそれぞれ分離された。電気事業専業となった大道電力は以降電力設備の建設を進め、1922年7月に、 関西地方への送電を始めるなど、設備の拡充と供給の拡大を推進した。発足以降の遠隔は、以下、建設、供給、業績の推移に分けて記述していく。以下、発足以降の設備投資について記述する。基礎川大久発電所大道電力は1921年2月に、発足した当時、基礎川筋に9地点、矢萩川筋に1地点の、 計10地点の推理券を基礎電気工業から継承し、日本水力からも、くず川筋2に地点と支流だ、波川筋2に地点の計4地点を継承、合計14地点に水利券を保有していた。そのうち、大道発足までに完成していた水力発電所は、基礎電気工業2箇所、日本水力1箇所の計3箇所で、他に、 基礎電気工業の発電所一箇所が建設中であった。全身各社から引き継いだ水利券のうち、大道電力はまず、基礎川開発に注力する方針を取った。基礎川開発にあたり同社は、一箇先一会社主義を、標榜、基礎川の水力を余すところなく、有効を適切に利用開発すると謳った。具体的には、水量、落差ともに、豊富な上流部には、 水路式発電所を連環的に建設、ついで水量は多いものの落差が少ない中流部にはダム式発電所を設置して、戦闘負荷の増大に対応、最下流には逆調整用発電所を構えて、下水を自然流量に戻し、一方で最上流部には貯水池を起こして、全発電所の水量調整に充てる、という開発計画である。これらの方針に基づいて、 大道電力は発足後直ちに、基礎川開発に着手し、大正末期までに、水力発電所5箇所を建設した。同時に送電線の延伸を進め、大阪では、火力発電所4箇所を新設あるいは買収している。スハラ発電所、編集、スハラ発電所1917年に、水利権許可を得ていた基礎川の、多くは第一水力は、水路が長すぎることから、 実際の開発にあたっては日地点に分割することになり、下流側は、スハラ水力となった。同地点は、スハラ発電所として、大道発足直後直ちに着工され、1922年7月に、竣工した。スハラ発電所は、長野県聖畜間群大桑村に設置され、水路式発電所で出力は9200キロワット。エッシャーウィス清水車。 ウェスティングハウスエレクトリック製発電機、各2台と日立製作所製変圧器を設置した。竣工とともに、大桑発電所まで77キロボルト送電線が完成。大桑発電所より名古屋式宅80町の6号変電所へ至る季節送電線と接続し、名古屋方面への送電を開始する。さらに、翌1923年12月、 大阪送電幹線が完成すると、スハラ変電所を通じ 154KV に昇圧した上で、大阪方面へも送電するようになった。桃山発電所、編集桃山発電所桃山発電所は、多くは第一水力の一部を計画変更して開発された。すなわち、多くは第一水力を分割して生じた日地点のうち、上流側にあたる、細ヶ根水力を途中に、 継承地根覚めの床があることから、さらに分割して生じた2地点のうちの一つである。1922年8月に着工、翌1923年12月に完成した、西築間郡上松町にあり、エッシャーウィス清水車2台とウェスティングハウス製の発電機2台及び変圧器を設置して2万3 1 0 0ットの出力で発電する設定であった。 東京方面への送電を見越して、水車、発電機が 50.60Hz 双方の周波数に対応するよう設計された点が特徴。発電所に先立って1923年11月に、須原発電所までの 77KV 送電線が、竣工。翌1924年1月には、東千曲郡広岡村豪原に新設された。 塩尻変電所までの 77KV 送電線も完成し、東京電灯への電力供給を開始している。読書発電所、編集読書発電所読書は1917年に水利券の許可が下りていた地点の一つである。読書発電所は1922年3月に着工され、翌1923年12月に竣工した西筑間郡読書村にあり、 基礎川本流のみならず支流のアテラ川、下木曽の川からも、取水可能な設定である、エッシャーウィス清水車、ウェスティングハウス製発電機各3台に、ゼネラルエレクトリック製変圧器が設置された。出力は4700キロワット。東京電灯イナーシロ第一発電所を上回る、当時日本最大の発電所となった。送電線は後日の大阪送電線が接続した、大井発電所。 編集大井発電所基礎電気工業時代の1920年3月、大井水力の水利検許可が下りた。当初は水路式発電所の計画であったが、落差が少ないためダム式発電所とするのが有利との考えからダム式発電所として建設が始められた。この大井発電所は日本で初めての本格的ダム式発電所であったため、アメリカ合衆国へ技師を派遣、逆に、 アメリカから技師を招くなど、技術導入に取り組んだ。1922年7月に着工、2年後の1924年12月に、竣工した。大井発電所は、岐阜県江奈郡昼川村に位置し、アリスチャルマーズ清水車、ゼネラルエレクトリック製発電機各4台、ウェスティングハウス製変圧器を設置。出力は4 2 9 0 0ットで、 前年春工の読書発電所を抜いて、日本最大の発電所となった。読書発電所と同様、送電線は、大阪送電線が接続した、落合発電所、編集落合発電所と、落合ダム、大井水力と同様に1920年3月、落合水力についても推理検許可が降りたが、建設に先立ち計画が変更され、上流部を、 坂下水力として分離した上で、水路式からダム式発電所に衣替えした。この落合発電所は、江奈郡落合村に所在、1925年4月に工事許可を得て、1926年12月に、竣工した。ボービング製水車、ゼネラルエレクトリック製発電機、各2台を設置し、出力は14,700機。多い発電所に比べると小規模で、 出力は三分の一、ダムの有効貯水量は七分の一に止まる。発電所とともに、スハラ6号間の七十七 k v 送電線上の連絡線も建設され、発生電力は名古屋方面へと送電された。なお、落合水力の計画変更によって生じた。坂下水力は、大道電力では発電所の着工に至らず計画のままで終わっている。送電、変電設備、 編集主要送電線外略図発電所の建設に合わせて送電線網も拡大した。全新基礎電気工業の時代から建設されていたのは名古屋方面とを結ぶ送電線群で名古屋側では6号変電所と水保変電所を終端として静母6号間送電線、須原6号間送電線、串原水保間送電線が順次整備された。 また木曽川系統の静母、六号館及び、須原、六号館送電線と矢萩川系統の串原、水保間送電線を名古屋近郊で連絡すべく1923年8月に、勝川海兵所と天白海兵所を結ぶ連絡線も建設されている。これらの一方で、 大阪送電会社の企業目的である大阪送電計画を実現すべく大阪送電線の建設も急がれた。この大阪送電線は、須原発電所構内の須原変電所を起点とし、途中読書、大井両発電所からの電力を集め、犬山を経て関西本線沿いを進み、大阪市郊外の北川地郡門真町の大阪変電所を終点とする。 渡る町2 3 8キロメートルの送電線である。日本水力がアメリカへと発注済みであった鉄塔や外資などの建設資材を転用して建設され、大道発足翌年の1922年7月一部完成により、大阪方面への送電が始まった。この時点では清ス海兵所から大阪変電所までの区間のみ完成していたことから、 名古屋方面への送電線に接続する、勝川海閉所から清須海閉所まで連絡線を建設、大阪変電所へと 77KV の電圧で送電した。全面完成は1923年12月のことで、この時、須原変電所から清須海閉所までの区間が完成、154KV による高圧送電を始めた。大阪送電線の須原、 清ス館春工によって、勝川、清ス館連絡線は使用されなくなったが、1926年3月になって、大阪送電線の途中に犬山変電所が新設され、さらに、神谷海兵所との間に連絡線も整備されて、再度静母、六号館及び、須原、六号館送電線と大阪送電線がつながった。火力発電所。 編集ケマ発電所大阪送電計画に関連し、送電先の大阪には、滑水時の補給用に火力発電所が新設された。これが、ケマ発電所で1 2 5 0 0ットの出力をもって1922年10月に完成した。淀川沿いの大阪市とも淵町に位置し、ウェスティングハウス製の蒸気タービン、発電規格1台を揃える。 続いて1923年10月、大阪電灯から火力発電所3カ所を買収した、味川東発電所、春日で第一発電所、春日で第二発電所であり、いずれも大阪市内の味川沿いに立地する、味川発電所出力1万8000キロワット。大阪電灯では、味川東発電所と称す、ウェスティングハウス製の蒸気タービン、発電機を、 各2台設置し、他にも、三菱長崎造船所製の蒸気タービンを1台、三菱電機製の発電機を1台設置する、かすがで第一発電所出力3万キロワット、三菱長崎造船所製の蒸気タービン、発電機を各3台設置したが、後年、タービンは、石川島造船所製2台と日立製作所製1台に、発電機は、 芝浦製作所製2台と日立製1台にそれぞれ交換されている。かすがで第2発電所出力4万キロワット。ウェスティングハウス製の蒸気タービン、発電機を各2台設置する。あとに、石川島芝浦タービン製の蒸気タービンと芝浦製作所製の発電機各1台が増設された。大阪電灯からの発電所買収は、同社の市営化に関連している。 市営化交渉は1923年6月契約締結に、至り、買収範囲は、大阪市内と西成郡、東成郡における事業及び、関連財産、買収発電所は、味川西発電所一箇所と決定された。そして市営化の対象から外れた残余財産は、大道電力が、大阪電灯との間に買収契約を締結し、 1923年10月1日付で、それらを継承した。大道が継承したのは3つの火力発電所以外は、堺市周辺における配電設備などで、評価額は3000万円。うち408万円を現金で支払い、1296万円は、年利率7.5%の自社社債。残りの1296万円は、自社株式をそれぞれ交付する条件であった。 株式の交付は、大阪電灯が、春スで第二発電所を中心とする資産を出資して、新会社大阪電気株式会社を設立し、同社を大道電力が合併するという方法をとっている。ソヤマ発電所南向井発電所大道電力による自社発電所の建設は、対象末期の落合発電所の完成により一段落となり、その後しばらく中断された。この間は、 合計会社を相次いで設立し、これらを通じて電源開発を展開して購入電力を増していった。合計会社のうち資本金が4000から5000万円と大規模であったのは昭和電力と天竜川電力の2社である。昭和電力は1926年12月の設立、1929年6月に富山県から 大阪府に至る渡る町 296km の 154KV 送電線、北陸送電管線を建設し、大道電力合系の上岡水電から3万キロワットを受電して、八尾変電所において、大道電力への電力供給を始めた。続いて、小川に出力4万7 5 0 0ットの曽山発電所を新設し、大道電力への供給を増加した。なお、 大道電力が福井県の九ず川水系に有していた水利権は未開発のまま昭和電力に移譲されたので北陸地方における自社発電所は季節の最小限発電所のみで増加していない一方天竜川電力は1926年3月に発足した同社は天竜川に出力2 4 1 0 0キロワットの 南向い発電所を1929年1月に建設。大道電力は同年2月南向い発電所に自社送電線の東京送電線を接続し、その発生電力を受電した。東京送電線は南向いから東京電灯釜梨川変電所に接続する日の春までの区間が先行して完成し、翌1930年8月に 自社の東京変電所まで延長して、渡る町 225km が全面完成している。なお1929年12月、東京送電線の途中松島海閉所から、塩尻変電所までの連絡線が竣工し、天竜川と木曽川の系統が連絡された。自社送電線は、東京送電線の他にも、犬山変電所から、 昭和電力八尾変電所に隣接する自社の八尾変電所までを結ぶ大阪第二送電線が1930年9月に季節大阪送電線の増強用として建設された主要送電線外略図主要送電線外略図大道電力は落合発電所建設以来自社発電所の建設を中断していたが後日の会社構成計画の一環として1933年に 自社開発の再開に踏み切り、1935年に9年ぶりの自社発電所を完成させた。開発の対象となったのは、基礎川、矢作川双方である。基礎川についてみると、前述の通り1921年2月の大道電力発足時には9地点、すなわち、多くは第一、多くは第二、読書、静母、落合、大井、笠木、西吉、 今渡りの各地点における水利権が許可済みであったが、1925年4月に支流大滝川、西の川に計算地点の水利権を追加で獲得した。開発にあたっては水利地点の分割、解消が頻繁に行われ、1932年には大滝川における貯水池の建設も許可されており、許可当初とは変更点が多々ある。 自社電源開発再開の後、木曽川では1939年までに、笠木発電所、根ざめ発電所及び、冒険会社の手による、今渡り発電所が完成し、三浦貯水池も着工された。一方矢萩川では、最終的に中流部に3地点、支流段戸川に1地点、計4地点の水利権を保有し、それぞれ水力発電所を運転した。 内串原水力は前述の通り、基礎電気工業からの引き継ぎであるが、残りの時勢、笹戸、朝日の各地点は、冒険会社を三電力の合併に伴い1928年に継承した地点である。を三電力からの三地点は、同社によって時勢、朝日両発電所が建設済みで、笹戸水力のみ未開発のままであったが、 自社電源開発再開後に笹戸発電所が建設された。また、1938年5月の千早川水力電気の合併により、出力 100kW 前後の小水力発電所4カ所を継承した。笠木発電所、編集笠木ダム、木曽川開発再開の第1号となったのは、笠木発電所である。笠木水力として、 基礎電気工業時代の1920年3月に水利権を取得していた地点にあたる。当初は水路式発電所として許可を得ていたが、上流にダム式の多い発電所が建設された関係で、笠木発電所もダム式に模様替えした。所在地は岐阜県鴨群半地村、1934年11月に着工、1936年11月に完成した。 出力は3万5 5 0 0ットであったが、完成翌年に使用水量の増加により4 5 0 0ットに増強されている。水車、発電機各3台と変圧機はすべて、日立製作所製のものを設置。発生電力は発電所まで延伸された大阪第二送電線により、関西方面にへ送電されたため、笠木発電所の新設は、同送電線の有効利用にもつながった。 根覚発電所、編集根覚発電所名古屋伝統時代の1917年に水利権許可を受けた多くは第一水力は実際の開発にあたっては3分割され、これまでスハラ、モモヤマと開発が進んできたが、残る根覚水力だけは開発が延期されていた。同地点で1936年9月に着工、1938年9月に 完成したのが根覚め発電所である。所在地は長野県西地区熊郡上松町。もともとは1万キロワット程度の発電所の予定であったが、基礎川の他大滝川と小川からも取水するように設計を改め、出力は3万2600キロワットとなった。ここでも使用水量増加のため、1939年3月に出力が3万5000キロワットに増強されている。 基本的に東京方面への送電に充てるが、余剰分を関西方面へも送電し得るようにするため、設備は 50Hz、60Hz 双方の周波数に対応する設計とされた。水車、発電機、核2台と変圧機はすべて日立製作所制である。また、根覚発電所の建設に伴い、スハラ変電所より根覚発電所を経て、 東京送電線の松島海閉所へ至る 154KV 送電線が1937年に完成し、基礎川筋と東京方面が直接 154KV 送電線でつながった。三浦貯水池、編集滑水器の水力発電所は水量の減少から発電力も減退するため、これを補うために火力発電設備を必要とした。 しかし上流部に貯水池を設けて放水機に余水などを貯留して渇水時にこれを適宜放水できれば下流発電所では発電力の減退を免れうる。こうした考えから木曽川、支流大滝川に計画されたのが三浦貯水池である。場所は長野県西地熊郡大滝村で大滝山の西南麓に位置する。 淡水面積2.79平方キロメートル、有効貯水量5,574万9000、立方メートルを要し、滑水器に貯水池から放水することで下流の季節発電所では、合計5万5000キロワットの発電力増加が見込まれた。1936年9月に着工。しかし、大道電力時代には、完成に至らず、 日本初送電に引き継がれて1943年10月に竣工した今渡り発電所編集今渡り発電所基礎川再下流の今渡り水力は1920年3月に許可を受けた地点の一つでありここも水路式発電所の計画であったが上流地点との関係上ダム式に変更の上に地点に分割されたこの地点の開発にあたって付加されたものが 逆調整地の機能である。逆調整地がない場合、ダム式発電所で下水を発電に用いると、発電量に応じた放水となってしまう。そのため、ダム式の多い発電所が完成すると、基礎川下流域にある、用水組合が取水に支障をきたすと主張し、大道電力との間に不義を起こしてた。大道はこの対策として、 自然の流水に還流して下流へと放流すべく、逆調整地発電所の建設に踏み切り、木曽川、飛騨川放流点の上流側への設置を計画。同じ頃、飛騨川を開発していた東方電力でも、木曽川放流点の上流側での逆調整地式発電所を計画しており、両者の協議の結果二つの計画を合同して、放流点直下にダムを建設して、 逆調政治式発電所たる今渡り発電所を建設することになった。大道電力からは、今渡り水力を二分割したうちの下流側今渡り第二水力の水利権が提供された。九百三十五年七月、開発主体の愛気水力、株式会社が発足。今渡り発電所は九百三十六年六月同社によって着工され、九百三十九年三月に、 竣工した。佐佐戸発電所。編集前日の通りや半木川の発電所は、串原発電所を除き冒険会社を3電力に関係している。同社はもともと大道電力とは無関係に計画されていたが、設立前に大道電力関係者が参画して、大道の冒険会社として1921年7月に会社設立を見た。推理権を獲得した産地点の内朝日発電所。 地然発電所を相次いで開発するが、これら第1期工事の終了と経営面での親会社依存のため1928年9月末をもって大道電力へ吸収された。お3電力時代には開発に至らなかった矢作川の笹戸水力は笹戸発電所として大道電力が1934年12月に着工し、翌1935年12月に竣工させた。 所在地は、愛知県東鴨郡朝日村。発電所出力は9 0 0 0ットで、日立製作所製の水車、発電規格1台を備えた。金山ダム、時和発電所、三丈発電所、丸山発電所大道電力が保有していたが、開発に至らず未完成のまま1939年の会社解散を迎えた水利県許可地点は、三浦貯水地を除くと、 以下の七地点である。未開発地点は大道解散の後、計画を継承した日本発送電や同社の高新関西電力の手により発電所が建設された。金山発電所基礎電気工業時代の1 9二十年三月に許可を受けた西吉水力は水路式からダム式発電所に計画変更の上1二十七年十二月に二股第一第二水力 丸山水力、西織折水力の三つに分割された。このうち、西織折水力に、上記今渡り水力を2分したうちの上流側、今渡り第一水力を統合したのが、金山水力である。日本初送電一貫九百9 3 9年5月に着工、千九1943年に8月送電を、開始して、翌年3月に竣工した。 出力は2 4 8 0 0ット。時和発電所1925年許可の大滝川第一水力は、下流部の一部が、根覚め水力に吸収されて開発。残りは、時和水力に解消して、水路式からダム水路式発電所となった。日本初送電により1939年6月、着工。送電開始は1941年7月。 竣工は翌年である。出力は1 4 6 0 0ット。三丈発電所1925年許可の大滝川第二水力と西の川水力を統合して生じたのが三丈水力である。1943年に工事認可を受け、1945年6月に送電を開始、1949年に竣工した。出力は6 6 0 0 0ット。 丸山発電所近水力を分割して生じた、二股第一、第二水力及び丸山水力は、途中に開催する八王子発電所が開発の支障となっており、開発が延期されていた。その後1938年になって、八王子発電所を買収した上で丸山、二股三地点を統合して、大規模ダム式発電所を建設するという計画を立案。 この計画が日本発送電へと継承され、1943年12月、丸山発電所の着工に至った、太平洋戦争終戦前後の工事中断と、日本発送電から関西電力へと移行を挟んで、1954年4月に運転を開始、出力は12万5000キロワット。山口発電所静波波水力と落合水力の途中に残った、 坂下水力は、関西電力発足後に開発計画が見直され、静母発電所の再開発を兼ねて1955年12月に着工、1957年12月に山口発電所として運転開始に至った。以下、大道電力が所有した主要電力設備を一覧表としてまとめる、水力発電所。 編集大東電力の発電所の内水力発電所は、下表の通りである。発電所名、発電所出力、所在地、河川名、運転開始年月をそれぞれ記した。自社で建設したものが大部分であるが、合併により、基礎電気工業、日本水力、お産電力、千早川が水力電気より継承したものもある。1939年の解散後は、 全て日本発送電へと継承され、1951年の電気事業再編成に際しては、関西電力、中部電力、北陸電力の3社へと分割して引き継がれている。ホイ火力発電所、編集大同電力の発電所の内火力発電所は、下表の通りである。発電所名、発電所出力、所在地、運転開始年月をそれぞれ記した。 4カ所のうち自社建設は1カ所のみで、残りは大阪電灯からの継承である。解散後はすべて日本発送電へと継承されたが、2カ所はその後廃止され、電気事業再編成により、関西電力に帰属した2カ所も追って廃止されている。ホイ1939年4月1日時点において、水力発電273,552キロワット、 火力発電1 4 5 5 0 0ットの自社発電力に対し、受電電力は3 1 5 6 3 0ットに達していた。受電の内訳は以下の通りである。以下、大動電力の供給実績について記述する。はじめに、大動電力解散直前の1939年4月1日時点における事業者別の電力供給キロワット数及び、 電灯取り付け個数を以下に記し、供給の概要として示すこととする。このように末期の時点では、電力供給についてみると、総供給電力52万キロワット余りのうち70、70%を京阪方面へ、16%を東京方面へ、7%を北陸方面へ、残りを名古屋方面及び基礎方面へと、それぞれ振り向けていた。供給先の大部分は、 電気事業者であり、一般電力供給は全体の14%を占めるに過ぎない。一般電灯供給も比率が小さく、キロワットアワーベースの供給電力量で見ると、1938年度では全供給量に対して、電灯供給量が占める割合は0.2%である。以上のように大道電力は電気事業者への供給を主体に、 若干の小売りを手掛ける電力卸売会社であったと言える上記の供給先の中で3万キロワット以上を供給する事業者は5大電力の宇宙事側電気東京電灯東方電力の3社に市営事業を経営する大阪市を加えた計4事業者であるこれらの4大卸売先への供給は1929年上期末の 時点に遡ると総供給電力31万キロワット余りのうち7割以上を占めていた。大道電力発足当初の1921年、上木の時点に遡ると、基礎電気工業から引き継いだ、静母、串原両発電所より、名古屋、基礎方面に、日本水力から引き継いだ、最小原発電所より、北陸方面にそれぞれ電力を供給しているに、過ぎなかった。 しかし1922年に、京阪、1924年に、東京方面への送電を仕返しするなど、相次いで、需要化を獲得し、毎年4万キロワット以上の供給を積みまして、1926年下期末の電力供給は、約24万キロワットに達した。大道電力が武器としたのは、低い供給コストであった。発足当初からの相次ぐ設備投資により、 1925年の発電所出力は水力15万4 8 0 0キロワット、火力10万 500kW、合計25万5 3 0 0キロワットに及んでおり、短期間のうちに東京電灯に次ぐ発電力を持つ電力会社へと発展していた。これらの大容量発電所をもってする大量発電と大量送電は大動電力の生産性を既存の企業よりも高い。 ものとし、1キロワットアワーあたり1 0 0 0 k という低コストを可能にさせた。主な販売目標とされた京阪方面においては、電力不足に加えて第一次世界大戦以来の石炭価格高騰で火力発電のコストが高騰していたことから、これも大道電力には追い風となった。序上の経緯をたどって拡大した1920年代の 電力供給のうち、4大卸売先への供給動向について一家に、詳実してゆく。東方電力、編集東方電力を率いた、松永安左衛門4大卸売り先のうち最初の供給先は、名古屋方面の東方電力である。この東方電力というのは、大道の前身たる基礎電気製鉄の母体にあたる名古屋電灯が、数度の再編を経て、姿を変えたものである。 すなわち、名古屋電灯が1921年10月に、奈良県の関西水力電機と合併して、関西電機となり、さらに、九州地方の九州電灯鉄道を統合した上で、1922年6月に、社名を変更して生じた、電力会社であった。社長は、名古屋電灯時代から福沢桃介で、副社長に、下出民吉がついていたが、 再編の途中1921年12月2辞任、公認社長は、九州電灯鉄道から伊丹谷太郎が入り、同社常務取締役の松永安左衛門が、関西電気副社長に就任した。大道電力と東方電力の供給関係は、基礎電気製鉄設立時に遡る。この時、基礎電気製鉄は、名古屋電灯との間に、 優先的に電力を供給するという契約を締結していた。この契約は、大道電力発足後も引き継がれ、大道電力の工事進捗に伴い、名古屋電灯への供給は順次増加し、最大3万3 0 0 0ットに達した。だが1924年2月、新たな供給契約が締結され、東方電力への供給は2万8 0 0 0ットに減量されることとなった。 原料の背景には、東方電力が日本電力との間に別途大量の電力購入契約を締結したことがあった。東方電力への供給は、蒸気の他にも、同社なら支店に対するものがあり、1923年より1 0 0 0ットの供給を開始し、1929年までに8 0 0 0ットに増量していた。また、大道大井発電所の竣工により、 その流量調整が、下流にあった東方八尾津発電所の運転に影響を与えることになるため、1925年以降、八尾津発電所の出力1 8 0 0トすべてを一括して買い取ることとなった。大阪市、編集大阪伝統社長、宮崎圭介1922年、大阪送電線が部分的に完成し、京阪方面への送電が開始された。 発足の経緯に記述した通り、前身会社のうち旧大阪総電は、京阪電気鉄道、京都市、大阪市の三事業者、旧日本水力は、大阪電灯と京都電灯の二事業者を供給先として確保していたが、このうち最初の供給先は、大阪電灯と京阪電気鉄道の二つで、同年7月より、大阪電灯へ7 0 0 0ット、京阪電気鉄道へ3 0 0 0ットの、 電力供給が始まった。京都電灯への供給は、翌1923年3月に開始され、大阪市への供給も、同年10月に始まったが、残る京都市への供給は実現していない。初期の京阪方面における供給先のうち、大阪電灯とは、旧日本水力が設立直後に、電力供給契約を締結しており、これを継承した。 大道電力が1922年より供給を始めた。大阪市が大阪電灯の買収へと動き出すと、大阪電灯との間に他の事業者へと事業を譲渡する場合には、供給契約も継承させるという覚書を交わしていたことから、大道電力は自社の利害を主張できる立場にあった。大阪市はこの供給契約を継承せず、大道以外からも、 電力を購入する方針を取る構えを見せたが、最終的には契約の継承を認めた。大阪電灯と大道電力間の供給関係は大阪市にも引き継がれることとなったため、以下の内容からなる向こう5年間にわたる長期契約が改めて1923年6月に締結された。なお、この契約は大阪電灯から大道電力に継承されることを前提に、 大阪市と大阪電灯の間に結ばれている。一方、大阪市と旧大阪総電の供給契約は1920年3月に締結された。1923年10月から5 0 0 0ットを供給し、その後さらに5 0 0 0ットを増量する契約で、料金などの条件は1923年に締結された上記6万キロワットの契約と同様である。 大道電力から大阪市への電力供給は契約通り1923年10月に開始された。実際の供給実績は契約より2割減で当初の2万キロワットから順次増加して1928年4月に5万キロワットとなり、同年12月以降は5万4千キロワットとなった。また、大阪電灯の市営化に際し、 市営過半以外の事業を大道電力が引き継いだことから大阪電灯の電力供給先であった電鉄会社3社が1923年10月より大道電力の需要化に加わっている。宇治川電機、編集大道電力最大の供給先は宇治川電機であった。同社との関係は大阪送電線完成直後の1924年2月に 電力供給契約を締結したことに始まる。契約締結に先立つ1922年9月、大道電力は一般供給の拡大を目的に、大阪府の中部から南部にかけての地域を供給区域とする一般電力供給系を獲得した。このうち大阪市、堺市とその周辺の分部は、従来から宇治川電機の電力供給区域であり、 両者の供給区域が重なることとなった。これら重複供給権の設定を自側電気側は事業経営上の脅威になると捉え、競合回避と引き換えに大道から大量の電力供給を受ける道を選択した。1924年に締結された電力供給契約は以下の内容からなる10年を期限とする長期契約であった。この電力供給契約に付帯して、 京阪新地方において、大道電力は一部事業者向けを除いて、供給を自制する、という市場分割協定が、両社の間で交わされた。供給は1924年4月に開始。実際の供給は契約校より若干縮小されて1万9 1 0 0ットの供給で始まり、3年目まで、これを毎年増量。 4年目の1927年からは1万 5000kW の増量となったものの翌年から1割減の1万 3500kW に抑えられたため、1929年時点での供給電力は9万9 3 0 0ットである。なお、大道電力から宇治川電機への電力供給開始の余波で、宇治川電機と日本電力の間で深刻な対立が生じた。 日本電力は、宇治川電機にとって、姉妹会社であり6万キロワットの受電契約を結んでいたが、大道電力に割り込まれ、日本電力からの受電維持が困難となったのが、対立の原因である。宇治川電機という供給先を失った日本電力は、名古屋進出を図り、東方電力が妥協を余儀なくされたことから、大道社長の福沢桃介は後年、大阪進出は明らかに失敗で、 大道、東方が結びついていた方が事業としては発展しただろうと回想している。東京電灯編集東京電灯社長、若尾明八関西方面への進出の一方で、大道電力は東京方面での一般供給を計画し、供給区域の設定と送電設備の建設などにつき、許可を申請、1925年5月に、 東京市と横浜市などを電力供給区域に追加し、東京送電線及び東京変電所を新設する許可を得た。大道電力の一般供給進出は、東京方面における既存事業者東京電灯にとっては脅威であったため、1924年6月大道との間に市場分割協定を結び、競争を回避し、互いの事業地域に侵入しないことを訳した。この協定より、 前の1923年6月に、東京電灯は大道との間に2万 7000kW の電力供給契約を締結し、塩尻変電所を通じて、翌1924年1月より受電を始めていたが、協定締結後の1925年4月に5万 kW に及ぶ電力供給契約を改めて締結している。料金は責任負荷率ントで、 キロワットあたり年間100円であった。実際の供給は1万2000キロワットより始まり、蓄次増加して1926年12月より5万キロワットの供給となった。大道電力や日本電力などの事業者によって1920年代前半に各地で大規模水力開発が展開されたことから、日本国内における 水力発電の発電力は1921年から1926年の5年間に年平均18%の増加率を示していた。昭和に入ると1931年までの5年間の増加率は年平均9%強とペースはやや鈍るが依然として増加傾向にあった。一方電力需要は電力不足であった時期は 高い増加率を示したが、1924年以降は、鈍化する。この発電力と電力需要の増加率の差は大量の余剰電力となり、金融強行、世界強行を経て1930年31年には、余剰電力量がピークに達した。このような需要低迷による余剰電力の発生を根拠に、小売各社は卸売事業者に対して、 供給料金の値下げを強く主張したため、各地で紛争が生じるようになる。大道電力でも1929年以降、4号路修理先との料金改定期を迎えたが、いずれも供給料金の値下げを強いられる結果となった。大道電力の供給電力は1920年代を通じて上昇の一途をたどったものの1920年代後半以降増加のペースは鈍化しており、 毎年の増加量は1928年以降2万キロワットに低落した。1930年代に入ると2万キロワットを割り込み、1932年には過去最低の2 0 0 0ットにまで落ち込んだ。翌年も1万キロワット以下の増加に止まったが、1934年は前年比2万キロワット増と持ち直し、1936年以降は、 毎年3万キロワット以上の増加を示して、1938年には供給電力が50万キロワット台を突破している。以上が1930年代における供給の概要であるが、続いて4を大卸売先への供給動向について、卸売料金をめぐる対立と合わせて衝述する。大阪市、編集卸売料金をめぐる対立の第一号は、大阪市が相手であった。 対立の契機は、供給料金が1926年10月の改定時に 1kWh あたり2028 0毛に値下げされていたのを、1929年10月の改定時に大阪市がさらなる値下げを主張したことにある。この交渉は難航したが、定信大臣と財界有力者が仲裁に入り、1kWh あたり2008毛という条件で妥結した。 その後1932年に3度目の料金、改定期を迎え、契約を全面的に改定した。料金は 1kWh あたり2000を基準とし、実際の使用量によって変動させる方式とした。また将来的に供給電力を最大3万 5000kW 増強することになり、1929年以降5万 4000kW から増加していなかった。 供給電力は1932年から、毎年増加、1938年には8万6キロワットとなった。東方電力、編集東方電力との間では、同社名古屋方面に対する2万8キロワットの供給契約と、奈良支店に対する1万キロワットの供給契約があり、さらに同社八尾発電所の発生電力1万8 0 0ットを、 大道電力が買い取る契約を結んでおり、それらの料金改定期は1929年11月となっていた。前日の通り、名古屋方面に対する供給料金は1、キロワットアワーあたり2銭で、責任負荷率70%のため換算すると、キロワットあたり年間112円64銭となり、また、奈良支店に対する供給料金は、同125円77銭であった。 一方、八尾津発電所からの買い取り料金は年額115万円を支払っていた。料金改定交渉に際して、東方電力は、キロワットあたり年間91円への値下げを要求し、その後さらに年間83円への引き下げを主張した。30%以上の値下げを求める東方電力に対し、 大道電力側は10%の料金値下げを認めたがこれ以上は譲歩しなかった。このため交渉は難航し、料金改定期を過ぎても妥結しないばかりか1931年末に至っても解決しないため、両者より財界有力者の池田諸明と加賀美健吉の2名を仲裁人に選定し、両人の仲裁を待つことになった。仲裁人の裁定は、 翌1932年2月に出され、1929年11月から1934年10月までの料金が確定した。これにより、大道電力から東方電力への供給料金は 1kWh、あたり1千9 0 7も、責任負荷率60%で換算すると k w トあたり年間103円54銭とされ、16%の料金引き下げとなった。 一方で、東方電力八尾津発電所から、大道電力への供給料金も10%引き下げられた。東京電灯、編集東京電灯会、長里聖之助東京電灯とは1924年6月に、市場分割協定を結んでいたが、以後徐々に関係が悪化していた。原因は、大道が1929年1月に、冒険会社天竜川電力を通じて、 南向井発電所を完成させ、東京電灯にさらなる受電を求めたこと、また逆に東京電灯が大道の領域である名古屋方面に侵入して供給権を獲得したことなどであった。両者は対立を収めるため1929年10月に新たな市場分割協定を締結して、互いの事業拡張を追認し、加えて余剰電力に悩む東京電灯から一、 キロワットアワーあたり二輪の料金で大動画で電力を買い戻すことになった。こうした状況の中、5万キロワットの供給契約についての契約更新期、1929年11月を迎えた、料金交渉は難航し、1年半を経ても合意に至らないため、両者からそれぞれ仲裁人を立てて、彼らの最低を求めることとなった。1931年7月、 東京電灯側の池田重明と大道側の木村聖志郎により最低書が出され、供給料金を16%引き下げて1キロワットあたり年間84円とすることで決着した。二度目の契約更新期である1934年11月が迫ると両者の対立はさらに激化した。二年前の1932年5月から交渉が始まっていたが、 両者は以下の争点をめぐって対立を続けた。この時大道電力が利用しようと試みていた。東京送電線は天竜川、電力南向開発電所から自社、東京変電所までの全線が1930年に竣工していたが、東京電灯との供給電力増量交渉が遅延したため、フル稼働するに至っていなかった。1934年6月。 東京電灯による供給に任せていては、季節設備の有効活用は不可能であるとして、大道は市場分割協定の破棄を宣言する。これに対して、東京電灯が反駁するなど、両者の対立は解消の見通しが立たなくなったため、同年7月電力連盟が仲裁に入った。だが、大道電力がすでに一般供給契約を1万 5000kW ほど締結済みであり、 もし電力連盟が一般供給を制限する裁定をなすならば、連盟脱退も辞さないと宣言したことで、電力連盟の手に負える問題でもなくなった。最終的に大道電力、東京電灯間の対立には、低心省が介入することとなった。同省としては、電力業界の統制強化を図るという観点から、両者による需要化争奪戦の改善は回避せねばならなかったのである。 1934年11月になって以下のような最低が下された。この最低に基づき、翌1935年2月に新協定が締結され、紛争に終止符が打たれた。新協定による供給電力は最低よりも増量され、1934年12月より4万5 0 0 0ットの供給を開始した後毎年1万キロワットずつ増量していき、 1943年末には13万5 0 0 0ットを供給するとされた。宇治川電機、編集宇治川電機との間に締結していた電力供給契約は1933年11月末で期限切れとなる予定であった。この期日が迫ると宇治川電機と大動電力の対立が表面化するようになる。宇治川電機への供給は1930年代に 入っても増加を続け、1930年に1万3 5 0 0ットを加え、1931年11月には1 5 0 0ットの供給も始まり累計1 2 3 3 0 0ットの供給となっていた。しかし1932年11月と翌年3月に予定されていた1万3 5 0 0ットずつの受電増加を、不況の影響で需要が減退して、 余剰電力を抱え込んでいるとして、宇治川電機が拒否する構えを見せた。1932年5月のことで、大道電力、宇治川電機の対立の発端である、宇治川電機への1 2 3 3 0 0ットの供給料金はキロワットあたり年間113円60銭であった。宇治川電機の姿勢に対し大道電力は、受電増加取り消しを拒否し、大阪市周辺における、 一般供給に動き出した。契約期限の1933年に入っても、交渉は続き、両者の主張は以下のように対立したままであった。対立が続くため、大道電力は1933年4月、宇治川電機を電力連盟に提訴する。だが連盟は、低新省に採決を仰ぎ、さらに同省の意向で、電気委員会に回され、ここで、両者間の問題は採決されることとなった。 そして同年8月、電気委員会の審議が行われ、低審証当局が作成した、裁定案を承認した、最終的な裁定は、以下の通りである。この結果、内側電気への供給は1 2 3 3 0 0ットで固定されたが、代わりに同社との間に締結されていた、市場分割協定は破棄され、大道電力の一般供給に対する制限は、消滅した。 以上4号卸売先への供給動向を承述してきたが、一般供給についても承述する。一般供給は、電気事業者への供給に比べてごくわずかで、供給区域は主に大阪府に設定された。大阪方面大阪府における供給区域の設定は、大阪送電会社の時代に遡り、1919年10月に事業許可を受けた際、まず、 北川地郡森口町ほか古町村に設定されたのが、端所である。だが、京阪電気鉄道の区域と重複していたため、許可を得たものの同地に対し供給する意図はなかった。その後1922年9月に、大阪市、堺市と東成、西成、中郷地、南河内、仙北、仙南の6郡を電力供給区域に追加する許可を得た。 この1922年許可地域への供給は1、校内につき100馬力以上の供給に限るという政権が付されていたが、1924年2月に1、校内につき50馬力以上へと制限緩和されている。この地域ではまず繊維産業が盛んな岸和田市及び、戦北、戦南領軍において需要開拓に着手し、1923年10月に、 岸和田営業所を設置して供給を始めた。続いて、大阪伝統の残業事業買収につき、同社が持つ供給区域のうち大阪市による市営化から外れた区域を自社供給区域に追加した。八尾町をはじめとする大阪市郊外の町村と、堺市一帯の地域で全て伝統、電力供給区域である。大阪府内における一般供給については、大同電力が 卸売事業に集中する方針を取ったため、1925年8月に、新設の冒険会社大阪電力株式会社へと移された。しかしその後の環境変化により、卸売専業では不利であるという方針に反転し、この大阪電力を1934年11月に吸収した。さらに1938年5月、同じ大阪府内の千早川水力電機と、 泉電気を合併したため、供給区域はさらに拡大した。基礎方面大阪府以外では、水力発電所の地元などに供給区域を設定していた。岐阜県柳郡串原村、愛知県東かも郡朝日村の串原、自前発電所、周辺に河村と、大滝川流域の長野県西畜馬郡三竹村、大滝村の2家村、京4家村が該当する。ここでは、 伝統供給のみで、串原村、朝日村では、基礎電気工業時代から、三丈村、大滝村では1922年秋から供給していた。最終的に、大道電力の供給区域は、下表のようになった。1937年12月末時点のものだが、翌年に合併する千早川水力電気、泉電気の供給区域も併記している。以下、 発足以来の業績の推移について記述する。大道電力は1921年2月、資本金1億円をもって発足した。発足初期の業績を見ると、発足最初の決算にあたる1921年、上期の収入は142万円余りであったが、以降累増して2年半後の1923年下期には、その4倍、近い551万円余りに達した。 半期後の1924年上期になると収入は一挙に930万円余りとなり、以降も全増傾向を示して1929年上期、下期にはそれぞれ2000万円を超える収入を上げた。収入の拡大につれて利益金も拡大し、1921年上期に85万円余りであったものが、 1929年下期には8倍以上の754万を計上するに至った。配当率は当初6分であったが次第に上昇して1926年上期からは1割配当を開始した。1926年上期から1929年下期に至る4年が営業の最盛期であり、この間会社史の中でも最大の1割配当が続いた。資本金は この間、1923年10月に、大阪電機の合併により1296万3000円を増資し、1927年4月に63万7000円を加え、さらに1928年9月日三電力の合併に伴い300万円を増して、1億円から1億7600万円へと増加した。この資本金に対し、払い込み資本金は、 発足時3301万円であったが、その後1921年11月から1924年10月にかけて6度にわたり払い込み徴収が実施され一旦、全額払い込みとなった。1920年代を通じて収入を拡大した大道電力であったが、収入の増加率は供給電力量の増加率を下回っていた。したがって収入を 供給電力量で助手した 1kWh あたりの収入は減少したのである。1kWh あたりの収入減少の主因は電力料金の低下であった。実際に収入のうち事業収入は1929年上期までは上昇したが、1kWh あたりの事業収入は1925年上期の2000、0リンをピークに減少へと転じた。 これに対して 1kWh あたりの支出は硬直的であったため、1kWh あたりの利益も1926年上期を頂点として低下していき、1931年下期にはピーク時の半分以下にまで縮小した。収入の減少とともに業績低迷の要因となったのが支出の増加。中でも支払利子と消却費の増加であった。支払利子の増加は、社債と、 借入金が増加したことによる、1927年4月の637,000円の増資議決後、同年8月に、この増資新株について、第1回払い込みが実施されたが、それ以降は、払い込み徴収による資金調達が、業績低迷、配当率低下により困難になり、その分社債と借入金、特に公社が増加していった。増加につれて、 利子負担も重くなり、1931年の支払い利子は1925年の1.5倍となっている。焼却費についてはもともと大道電力は焼却不足が指摘されており、増加したと言っても望ましいと考えられていた。焼却率の半分程度であって、なお不十分であった。この焼却費圧縮は資金調達に関連していた。というのは、発足初期の大道電力は、 巨額の建設資金を調達するため株式の払い込みや増資を必要としており、これらを円滑に行うには、後輩等の維持が必須であったのである。後輩等の年出のため犠牲にされた費用が特に、減価償却費で、1932年までの10年間に、本来望ましいとされる額の2割程度しか、計上されていなかったので、その分固定資産の水増しとなった。その上、 日本水力や大阪電灯から引き継いだ不良資産を抱え、東京送電線など建設したものの未稼働の資産があり、保有していた冒険会社の株式など有価証券も業績低迷により額面の8割程度に未可が低落しているなど資産全体が不健全な膨張を見せていた。そして資産の膨張自体が債務の累積につながり、 支払い利子の増加をもたらしてもいた。収入減少などにより1930年以降、配当率は低下し続けたが、1933年、その要因は、対米ドル円相場の急落が引き起こした、外債問題にある、外債の発行、編集そもそも外債とは、1920年代、半ばに発行していた米ドル建て社債のことである、1920年代に行われた、 発電所の新造設など設備投資に必要な膨大な資金を調達するための発行であった。発足初期における投資額は1922年度から1924年度までの間だけでも1億900万円に達し、大阪伝統の資産買収分を除く設備投資額だけでも7900万円に上っていた。この時期における 資金調達は、もっぱら資本金の払い込みと社債の発行によったが、関東大震災による金融逼迫など環境の変化があり、1923年末に社債引受銀行から融資を断られるなど、資金調達に難儀するようになる。また、発行社債は2年から3年半を期限とする小利の短期債で、社債発行と償還を並行して行っている状態であったから、 開発が一段落した後には、長期債への切り替えが望まれていた。こうした状況の中で具体化したのが、外債の発行計画である。外債発行の舞台となったアメリカ合衆国では、第一次世界大戦中、戦後を通じて、新興の投資家層が形成されて、証券市場が拡大し、外国証券の発行も活発化していた。その上、 事業としての安定性が高く国際的に急成長しつつあった電力業界は証券市場において有力な投資対象であった。こうした環境のもと1922年以降いくつか浮上しては消えていた外債発行交渉がアメリカのディロンリード紹介との間で具体化する。1924年3月には同社の関係者が訪日し、同年4月、 同商会の引き受けによる1500万ドルの米ドル建て社債発行に関する仮契約が締結されるに至った。5月には社長の福沢桃介自身が渡米して本契約交渉に臨み諸問題が浮上して難航したものの7月に本契約が成立そして8月1日付で大道電力のドル建て社債発行が実現した。大道電力の外債発行は 前年6月に東京電灯が発行した A ポンド建て社債に続き、電力業界では2番目の事例であり、ベドル建て社債の場合では、業界最初の試みであった。以降、電力会社による外債発行は1931年までの間に7社、計14口が成立。うち一口は、理論リード紹介を引き受け会社として1925年7月1日に発行された。 大道電力の米ドル建て社債1350万ドルである。第1回、第2回外債の発行条件は以下の通りであった。外債発行時、タイドル円相場は100円あたり41ドル前後であったから、当時の円相場では、第1回外債1500万ドルは約3617万円。第2回外債1350万ドルは約3 3百1万円に相当する。 この5円高ドル安傾向となり1927年には100円あたり49ドルとなったので利払い及び減債基金の費用節約につながりさらには償還時の為替再起が見込まれて外債発行は成功と評された外債問題と経営悪化編集日本では1930年1月に金輸出解禁を行っていたが1931年12月に これを停止。この影響により翌年には世界恐慌を脱して景気回復へと向かった。その過程で円相場は急激に下落し、金輸出最近止の直前1931年12月初めには100円に月49ドル余りであったものが1年間で20ドル強の水準へと低下した。急速な円安は輸出の伸長や輸入代替化による 重化学工業の発展をもたらしたが、強行前に多額の外債を発行していた電力会社にとってはその利払いや償還のための円資金を倍増させる結果となり、経営難をもたらすこととなった。大道電力は、この時期、第1回外債向けに70万ドル、第2回外債向けに30万ドルの減債基金を毎年送金していた。これに、利子の送金を加えると、 送金額は1932年から1934年までの3年間で合計約700万ドルに及んだ。これを金融室最近姉妹の陛下と送金時の円相場でそれぞれ換算して比較すると3年間で1000万円以上の為替差損を出したことになる。ピーク時の1933年上期には為替差損が半期だけで298万円に達し、 営業利益のほとんどを為替差損の穴埋めに向けねば、ならなくなり、無敗に転落した。この事態に、減災基金の送金延期、政府に対する支援要請など様々な対策を検討したが、いずれも実現に至らずに終わった。支出の増加は、発生電力 1kWh あたりの費用を1008輪に押し上げ、販売の伸び悩みと合わせて、 利益率を急激に低下させる要因となった。1933年上期末時点での外債残高は第1回、第2回合わせて1900万ドル余りであった。これらの利払い及び、減債基金の送金から生じる為替差損を圧縮するには、外債を自社で買い入れて、外債総額を減少するほかなくなり、多額の資金を捻出するため、外債以外の債務整理、 合計会社の整理、営業の拡大などからなる会社構成計画を策定せざるを得なくなった。会社構成計画は1933年11月に構成計画要項として発表された。資産と債務の整理を主眼とし、外債の買い入れ承却、借入れ金の弁債と借り換え、合計会社の整理と貸付金の回収、未稼動資産の活用などが主たる内容である。 資産整理について見ると、主な対象は固定資産で財務管理の合理化と稼働率の向上が図られた。前者の具体策は消却費の増額で、1935年度以降は年間650万円前後を計上するようになり、その多くを減価償却に向けたので、消却率は標準的な水準に近づいた。消却費の増加は利益率を低下させ、 配当率の低下につながるが、工事のように環境の変化で、定義社債の発行が可能になっており、増資、払い込みの必要がなく高配当の維持が不要であった、ことも、消却費増加の一因となった。所有有価証券は、矢作水力、大動電気製鋼所の株式などを処分して650万円の売却益を計上。これに1933.34年度に計上した。 特別焼却費、約1300万を加え、これらの資金を、外債の償還及び買い入れ、借入金の返済、設備投資などへと充当した。固定資産稼働率の向上は発電所の新設によって、未稼働の送電設備などの有効活用を図るもので、ある。外債の整理を1932年度から遡ってみると、1934年度までの3年間に、 減債基金を毎年100万ドルずつ送金し、第1回外債を額面価格にて償還、第2回外債をしかにて買い入れ償還したので、減債基金による償還は合計381万ドルを算する。減債基金以外の資金による任意の買い入れ消却も追加で実施して1934年下記に173万ドルを償還し、他にも、 約100万ドルを買い入れて保有しており、外債の償還額と買い入れ額は3年間の合計で約660万ドルに及んだ。減債基金は規定により、第1回外債分は1935年上期以降年額90万ドルずつ、第2回外債分は同年下期以降70万ドルずつに、それぞれ増額されたが、その後も外債負担軽減のため任意の買い入れを進めた。 外債残高の減少に加えてタイドル円相場が30ドルに回復したこともあり、為替差損は軽減された。国内債務の整理は、借入金の定理社債への借り換えに重点が置かれた。低金利政策、金融緩慢、大手金融機関への資金集中といった環境の好転に加え、担保不社債の発行要件緩和、金融機関の引き受け体制整備といった事情もあり、 1934年以降の発行社債は金利が5%以下で以前より発行額が多くかつ償還期間が長い定理社債となった。社債発行による資金は主に旧社債と借入金の借り換えに充当され外債の買い入れとともに支払い利息の削減につながった。支払い利息の減少に加えて購入電力単価もこの時期低減しており一方で 発生電力量が増加に向かったことから、1アワーあたりの費用は、再度の低下を示して1935年以降は1004まで回復した。収入のうち事業収入を見ると、1932年、上期以来1800万円前後で推移していたものが、1935年上期以降は、供給電力量とともに上昇に転じた。1アワーあたりの収入、 支質ともに安定的であったから、供給増が増収増益につながったのである。業績の回復により1935年上期に、無敗より出して5%の配当を再開、翌1936年上期からは6%の配当を続けた。副配による株価上昇で1927年以来実施されて、いなかった増進株についての払い込み徴収も可能となり、 1936年2月1937年6月の2回に分けて2101万2950円が払い込まれた。1938年下期には事業収入2380万円、総収入2592万円と過去最大となり550万円余りの利益金を計上した。利益金は1929年下期に及ばないが、 支出の内減価償却費を控除して比較するならば880万円余りで、これも過去最大である。交渉資本金についてみると、1934年11月に大阪電力株式会社の合併に伴い1000万円を、ついで1938年5月、千早川水力電気株式会社、泉電気株式会社の合併により141万円を、それぞれ増資し、 最終的に1億8741万円となっている。ただし1927年発行の増資新株127万740株のうち20円が払い込まれずに解散を迎えたため、最終的な払い込み資本金は1億6339万5200円に止まった。1921年度から1938年度にかけての払い込み資本金額。 電気供給事業収入、総収入、総支出、利益金、配当率と発生電力量の推移は、下表の通り、大道電力の決算期は、毎年5月と11月の年2回で、会計期間は、前年12月から5月までと6月から11月、までである。また表中、最高値を赤色で、最低値を青色で表記した、以下、 遠隔のうち1939年の会社解散に至る経緯について記述する日本発送電国家統制への同定も三省大道電力の歴史は終始一貫した構想の歴史であると評されたが最後の相手となったのが日本政府が推進した電力国家管理政策であったこの政策の影響を受けて大道電力は解散への道を歩んだ 電力管理法成立時の停進大臣、永井竜太郎電力国家管理政策の起源は、電力国営論である。明治末期頃から存在し、1918年前後には、時の停進大臣、野田宇太郎によって提唱されるなど、しばしば争点となっていたが、その度に現実化に至ることはなかった。時代が下って昭和に入ると、国営論は台頭しつつあった軍部や、革新官僚によって、 脚光を浴びるようになる。1935年から翌年にかけて、岡田圭介内閣が設置した内閣審議会内閣調査局で推進に向けた動きがあり、岡田内閣の後1936年3月に広田幸樹内閣が発足すると、停心大臣に国営論者の田もぎカ基地が入って、停心省が国営論改め電力国家管理政策を主導するようになった。 民間電力会社に発送電設備を出資させて、特殊会社を新設し、同社を通じて政府自ら発送電事業を経営するという民有国営の方向で国家管理政策は具体化され、10月には停信大臣より提案された電力国策要項が閣議決定されるところまで進んだ。電力国策要項を法案化した。 電力管理法などの法案が1937年1月に帝国議会へと上提されたが、直後に広田内閣が総辞職したため中断。代わって発足した林千十郎内閣は上提中の全案件を撤回して、電力国営案を再上提しない方針を決めたため、またしても実現は見送られる結果となった。しかし、同年6月、林内閣に代わって第一次。 この絵文み内閣が成立すると、定新大臣に就任した民政党の長井龍太郎により、電力国家管理政策は再び前進し始める。頼もぎ案と異なり、長井案は発送電設備の打ち水力発電所を出資から除外する方針となるなど修正が加えられ、新しい電力国策要項が12月に閣議決定された。翌1938年1月。 要項に基づく電力管理法など4法案が議会に上提され、審議難行の末に回帰切れ直前の3月26日に可決1935年以来の電力国家管理問題がここに決着した。正式決定された電力国家管理政策はという民有民営の方針を取った。4月5日に電力管理法及び関連法が交付されて以降、 国家管理の実施に向けた準備が進められ、翌1939年4月1日をもって、日本発送電が発足、電力国家管理が実行に移されることとなった。大道電力解散時の停審大臣、塩野末彦1938年6月、電気事業者が日本発送電に出資すべき、設備の範囲が以下のように確定した。この決定に基づき、 五大電力各社を含む33の事業者を対象に送電線渡る長、約 7200km 火力発電所34箇所変電所95箇所に及ぶ発送電設備の日本発送電への現物出資が指示された日本発送電株式会社法の規定により大道電力が出資すべきと命ずられた設備は1938年8月11日付の告示によると 以下の通りである、上記強制出資設備の母化は約1億231万6000万円に達し、1938年上期末時点の固定資産のうち43.2%を占める額であった。出資額だけを見ると、大道と同様電力卸売を主体とする日本電力が固定資産のうち40%の出資を命ぜられており、電力国家管理の影響は、 日本電力と同程度ということになるが国家管理の実施により大道電力は解散へと向かう一方日本電力は存続が可能であった命運を分けたのは営業に占める一般供給の割合の差であった日本電力が電気事業者への供給を主体としつつも全供給量の4割強を一般供給に振り向けていたのに対し大道電力の一般供給は 全供給量の1割に過ぎなかったのである。残りの9割を占める電気事業者への卸売りは電力国家管理に伴い大部分が日本発送電へ移り、さらに料金が低く抑えられる見込みであったから、大道電力にとって国家管理の実施は営業基盤の創出を意味した。また、これらの強制出資設備は工場財団として社債の担保に入れられており、 外債の関係上国際関係にも配慮する必要性から工場財団所属設備の内強制出資対象から外れていた残余設備とともに社債の管理支払い義務も日本初送電へと継承させるのが本当と考えられた。このため政府は電力管理に伴う社債処理に関する法律を大道電力に対して適用し12月3日 社債元利金支払い義務の継承及び、工場財団所属残存電力設備の強制買収について通知、命令した強制買収の対象となった設備は以下の通りである。政府当局の方針は、工場財団所属設備の強制買収からさらに踏み込み、大道電力の資産負債一切を日本初送電へ包括的に継承させる方針となっていたため、 社債継承及び強制買収の通知とともに、大道電力は強制出資、強制買収両方の対象から漏れが、残余資産及び負債をも日本初総電へと包括的に譲渡、継承すべしという商用を受けた。大道としては、残余事業を守り、副業へと進出していく道があったが、細々と事業を続けるよりはすべてを、日本初総電へと移譲して発展的解消を遂げる。 方が得策である、との判断から、当局の方針に従うこととなった。12月8日、重役会を開いて、当局の商用に応じる方針を打ち出し、27日に開かれた株主総会も対応一切を、取締役会に一任する旨を決議して、これを追認した。上渡が決まった、残余資産のうち事業設備は、以下の通り、その後の協議の結果、強制買収、 残余資産負債の譲と継承それぞれの実行記述が次のように決定され、1939年3月16日の臨時株主総会にて手続き終了後の会社解散が議決された。最後の常務取締役、藤波治1939年4月1日、予定通り日本初送電株式会社が発足、強制出資による同社への設備出資が、 同日付で実行に移され、他の作業も事前決定の通りに実施された。そして一連の作業が完了した4月2日、大道電力株式会社の解散も実行された。かくして、大道電力は1919 19年の大阪送電会社設立以来の20年にわたる歴史に幕を閉じたのである。最後の社長は福沢桃介に代わって1928年6月に、 就任していた二代目の増田次郎、副社長はおらず、1932年に取締役から昇格した藤波治と、1933年に日本工業銀行から派遣された長松り熊の二名が、常務取締役で、それぞれ経営方面と経理方面を担当していた。社長、常務を含め取締役は14名いたが、解散後生産人となった。 マスダ計算名を除いて、全員3月末に辞任の手続きを取っている。大道の解散により、社長のマスダは、日本発送電所大総裁に就任、常務の藤波、長松も、同社の常務理事に転じた。日本発送電への設備強制出資の対価として、大道電力には、同社株式204万6314株が割り当てられた。 200万株以上の交付を受けたのは、設備を出資した計33事業者の内大道と、東京電灯、日本電力の3社のみで、東京電灯に次いで2番目に多い交付株数である。この強制出資資産を含む日本発送電へと、移譲する資産の価格と、同社へ継承させる負債の価格との差額、すなわち大道が受け取る金額は、 総額1億7673万5113万円であり、このうち大道の払い込み資本金と同額の1億6339万5200円は、日本初送電株式の交付により、残り1333万9913円は、現金交付によりそれぞれ決済された。よって、大道へと交付された、日本初送電株式は、 計3267,904株である。日本初送電の株式はすべて額面50円、全額払い込み済みであったが、大道電力の株式は一部に、額面50円のうち30円払い込みの新株が、残っていたので、旧大道電力の株主に対しては大道の旧株1株に、月1株、新株5株に月3株の比率で、日本初送電株式が配分された。 日本初送電株式以外の残余財産分配は2度に分けて実施され、旧株1株につき1円27銭五輪、新株1株につき76銭五輪の割合で株主に現金が配られた。そして分配終了により、翌1940年5月14日、生産結量総会が開催され、大同電力は完全に消滅した。1937年により、 大阪支店が入った大阪ビル大道電力では大阪送電として設立された当初から東京府東京市に本社を構え愛知県名古屋市と大阪府大阪市の2カ所に支店を置いていた本社支店所在地とその変遷は以下の通り本社本社は東京市麹町区丸の内1丁目6番地1の東京会場ビルに所在大阪送電設立時の本社は 高島地区八重洲町一丁目一番地の三菱中15号館であった。大道電力発足翌年の1922年10月20日、高島地区永楽町一丁目一番地へ移転し、東京海上ビルに入居した。さらに1929年4月15日、住所変更で本社所在地は丸の内一丁目六番地一となった。大阪支店大阪支店は、 大阪市北州税町一番地の大阪ビルに所在。大阪総電設立時の大阪支店は、東区京橋前の町三番地にあった。大道電力設立後の1922年10月、東区今橋二丁目一番地へと移転。三年後の1925年10月には、東区高麗橋三丁目一番地に再移転した。北州税町一番地への移転は、 末期の1937年9月であった。名古屋支店名古屋支店は名古屋市東区東片葉町3丁目13番地に、所在。大阪総電設立寺の名古屋支店は、中区南長島町1丁目3番地にあった。同地は、基礎電気製鉄本店所在地でもある。大道電力発足直後の1921年6月に、東区七県町1丁目1番地へと移転。 さらに1936年5月東区、東片浜地3丁目13番地にへと再移転した。大道電力は、出資する会社の内電力会社、鉄道会社など11社を、関係会社としていた。関係会社に含まれないが株式を保有していた、会社もあり、末期の1938年11月末時点で、出資していた会社は20社に及ぶ、以下、 大道電力の関係会社及び出資会社について記述する、上岡水電以外発電所昭和電力株式会社北陸地方で電源開発を手掛ける電力会社、資本金4000万円、総株数80万株のうち55万6720株を保有する関係会社の一つ、昭和は、 くずり川水系の開発などを目的として1926年12月、設立、ソ山発電所などの発電所や、北陸と関西を結ぶ送電線を建設した、三加の大道土地工業も、株式を保有する、神岡水電株式会社北陸地方で、電源開発を手掛ける電力会社、資本金1000万円、総株数20万株のうち10万株を保有する、 関係会社の一つ、神通川水系根源側の開発を目的として1922年8月、三井鉱山との共同出資により設立、伊賀や発電所などを建設し、昭和電力を通じて、大道電力へ発生電力を供給した、基礎発電株式会社基礎川水系で電源開発を手掛ける電力会社、資本金320万円。 総株数6万4千株のうち1万1704株を保有する関係会社の一つ、木曽川水系稲川に発電所を持つ稲川電力と木曽川水系横川に発電所を持つ信ぶ電力が1932年4月に合併して発足、大道電力などに発生電力を供給した、愛機水力株式会社木曽川で電源開発を手掛ける電力会社、 資本金500万円、総株数10万株のうち5万株を保有する関係会社の一つ、ヒソ川、水系平川を開発する東方電力との共同出資により1935年7月設立、ヒソ川、ワ、ヒ共用の逆調整ダムとして今渡りダムを建設した、矢作水力株式会社やハンギ開発などを手掛ける電力会社。 資本金八千四百三十五万円、総株数百六十八万七千株のうち十四万九千三百九十九株を保有する。矢作川開発を目的として、福沢桃介らにより1 9 1九年三月に設立された電力会社で、大道電力の姉妹会社にあたる。同社は1 9 3一年十一月、大道電力の関係会社天竜川。 電力株式会社を合併している。この天竜川電力は、天竜川の開発を目的として、大道電力や稲電気鉄道などの出資により1926年3月に、資本金5000万円で発足。南無開発電車などの建設を手掛けた、南海水力株式会社1930年12月、資本金300万円、大道電力全額出資にて設立された。 電力会社、紀伊半島を流れる熊野川水系北山川にて電源開発を行うべく設立されたが、事業の進展は水利権の確保に止まった関係会社の一つ、立山水力電気株式会社北陸地方を流れる早月川水系にて電源開発を行うべく設立された電力会社。元は日本水力の投資会社の一つで、大道電力となってからは、 資本金350万円、総株数7万株のうち44,110株を保有していた関係会社の一つであったが、1938年1月に全持ち株を日本海電機へ上として関係を立った関西共同火力発電株式会社火力発電所を運転する電力会社、資本金4,000万円、総株数8万株のうち2万株を保有する。 関西地方の電力会社4社、大道電力、宇治川、電気、日本電力、京都電灯の出資により1931年に設立、兵庫県に、尼崎第一、第2火力発電所を建設し、出資会社各社に送電した、中部共同火力発電株式会社火力発電所を運転する、電力会社、資本金1500万円。 総株数30万株のうち4万2千株を保有する、中部地方の電力会社7社、大道電力、東方電力、矢作水力、日本電力、伊比川電機、中部電力、合同電機の出資により1936年に設立、名古屋市港区に名港火力発電所を建設し、出資会社各社に送電した、大道成功株式会社特殊工、丹造工。 鋳造工、合金鉄などを製造する鉄鋼メーカー、救命株式会社大道電気製工所、資本金2600万円、総株数52万株のうち1420株を保有する関係会社の一つ、名古屋伝統製鉄部を起源とし、基礎電気工業から引き継いだ名古屋製鉄所を分離独立させて1921年11月に設立。 翌1922年、名古屋伝統成功部を起源とする、姉妹会社、電気成功所の事業を統合して、社名を、大道電気成功所としたが、1938年に、元の大道成功に服した、戦後1950年企業再建整備法により、解散し、新大道成功として、新発足、大道科学工業株式会社単価カルシウム、石灰実装、 合金鉄などを製造する科学メーカー、救命大同肥料株式会社、資本金250万円、総株数5万株のうち49,850株を保有する関係会社の一つ、日本水力より引き継いだ流安事業を分離して1922年11月に設立、1945年、新越化学工業に合併された、 木曽川を渡る北稲鉄道、北稲鉄道株式会社岐阜県稲郡の鉄道会社、資本金200万円、総株数4万株のうち2万1304株を保有する関係会社の一つ、大道電力と地元の共同出資により1922年2月に発足、大道電力が大井ダムをはじめとする木曽川のダム建設の認可を得るにあたって、 その前提条件として基礎川、支流付地側における木材流送を代替する鉄道の施設を義務付けられたため、事業主体として設立したものである。1979年北江那交通に社名変更、東美鉄道株式会社岐阜県蟹郡の鉄道会社、資本金140万円、総株数2万8000株のうち8850株を保有する。 名古屋鉄道などとの共同出資で1926年9月に設立大道電力が参加したのは丸山ダムの建設資材輸送用鉄道をこの地域にて計画していたことによる1943年に名鉄へと合併された大道土地工業株式会社土地建物や有価証券の保有会社資本金660万円総株数13万2000株の 全株式を保有する関係会社の一つ、大道電力の不要な土地建物を継承し1924年9月に設立、後に電力会社への投資も業務に追加され、社名を大道土地から改めた。大道電力が資産一切を日本発送電へ移管した後は、日本発送電傘下の持ち株会社、発送電工業株式会社として存続した。 上記に示した以外にも、1938年11月末時点で、大道電力は、北海電化工業、矢作工業、北品開発、中品振興、朝鮮電力、東亜電力工業、家中電業の各社の株式を保有していた。大阪総電の発足当初の役員、すなわち1919 19年11月8日の大阪総電創立総会にて選出された役員は、 以下の10名である上記の内林健吉郎は常務取締役在任のまま1920年8月に死去している大阪総電基礎電気工業日本水力の合併を控えた1920年11月2日合併成立に備えて役員の陣容を整えるべく大阪総電の株主総会にて役員改選が行われ取締役20名 監査役9名の計29名が役員に選出された。以下、これ以降の役員について記述する。取締役、編集1920年11月以降の歴代取締役は以下の通り、取締役の就任時期と辞任時期をそれぞれ記した。取締役の中から、会社を代表し業務を勝利する代表取締役社長が1名選出され、他にも、 取締役副社長及び常務取締役がそれぞれ選出された。なお、取締役の定員は当初最大20名であったが、1931年12月以降は15名に削減され、副社長制も廃止されている。監査役、編集1920年11月以降の歴代監査役は以下の通り、就任時期と辞任時期をそれぞれ記した。定員は、 当初最大9名であったが、1931年12月以降は5名に削減されている。初代支配人村瀬松一設立当初は支配人制を採用しており、1920年11月選出の役員中取締役村瀬松一がその任を兼ねた。1931年3月時点でも在任が確認できる。1928年12月に、 取締役となった4名は、古参社員からの登用で、斉藤直竹は名古屋支店長、木村晋三は大阪支店長、藤波治は技術課長、有村新之助は営業課長をそれぞれ務める。また翌年に取締役となった杉山久氏は土木課長であった。1931年6月、植生改革により営業、経理、総務、 公務の四部制が敷かれ、取締役の中から、営業部長に有村信之介、経理部長に村瀬松一、総務部長に木村慎造、公務部長に藤波治がつくが、部制は同年12月に廃止された。部制に代わって支配人、技師長が設置されており、藤波が支配人、有村が技師長に転じる。その後藤波は支配人を会社解散直前まで、 勤めている。1935年1月再び部政が敷かれ、取締役に昇格していた中から、営業部長に宮寺俊夫、諸務部長に修正治、経理部長に宇木幸吉、公務部長に有村慎之介、東京事務部長に佐藤徳史郎がそれぞれ就任する。後に経理部次長の秋谷健太郎、公務部次長兼土木課長の石川栄次郎も取締役となっている。 英文社名は定款に記載あり、カタカナ表記はグレートコンソリデー鉄道エレクトリツクパワーコンパニー、リミス鉄と一般の需要家に直接供給せず、発電、送電、変電設備を保有して、大量の電力を他の電気事業者に供給することを電力の卸売りという。逆に一般需要家への配電設備を持ち電灯、電力の供給をなすことを小売りという。 なお、当時の電気事業法では、電気鉄道の経営も、電気事業に含まれる、京阪間の鉄道を運営する、鉄道事業者。沿線の八幡、平方、森口や、沿線外の高槻、茨城、水田などに供給区域を持つ、電気供給事業者でもあった。基礎電気工業の引き受けは20万2800株。加えて、基礎川支流横かにも基礎電気工業から、 継承した推理券許可地点があったが、工事用動力の供給に充てる目的であったので、ここからは除外した。1932年4月に発足した大手電力会社が加盟する業界統制組織、電源開発計画の調整、料金紛争の調停などを行った。ありがとうございます。